今回紹介するのは読まずに死ねない哲学名著50冊といいう本です。読まずに死ねないとは半分ふざけた名前だと思って手に取ったが前書きを読んだだけでまだ若き著者の哲学への希望と可能性がありありと伝わってくる本書は一般の読者でも理解できる平易な言葉で書かれているが。 一つ一つの哲学書の概説に著者の読みと思想がにじみ出ていて興味深い暇退屈動物化、幸福な若者といった規定を通り過ぎるような著者の哲学への姿勢は 反哲学の時代に0地点から考え抜く強さを教えてくれるアイロニートにヒリズムに飽きた現代の人間に贈られる新しくも古い感性だと言ったら大げさだろうか以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします